地方投げの技の説明をします。基本形は片手取り、逆半身片手取りでやることが多いですね。こう腕を取って前へ一歩出て上げて回って投げる、裏は回って取って、まずこの取られた時に初心者の方は、まあ、ここからねとりあえずえいっていう形でもいいんですが、少し慣れてきたらここで中心を外すっていうことを意識してください。でこのまんまでは普通は動けないんですよね。でさらに中心を取り返すためにちょっとこう移動する、ここ相手を切れるような位置ですね。でこうちょっと角度をつけるとかね。それからこの手を取って、で相手の胴を切るような感じでこう一歩入っていきますね。2歩、はい、これで完全に相手と向きが一緒になりました。ここからぐっとこう上げていく、回って、で相手剣の動きなので基本的に相手を切るような意識でこう下ろしていくと、この当て身を入れながらやるっていうやり方もあるんですが、これも当て身って言ってもこう当てるわけじゃないです。あくまでこう自分のエリアの中でこの当て身を入れる、当てる必要ないですね。ね、これこれ以上いっちゃうと相手のエリアの中に入ってしまうので、ここそれがここに取る手になっていきますね。もう一個いってあげる。でこの回るときにこのまんま回るとこうやってこう引っかかってしまうんですよね、腕が、ね、なのでこれ回るというか向きを変える、向きを変えて、構えの向きが変わると思ってください。これ剣を振り上げてるっていう状態です。でこれの向きが変わるんでこういう状態ですね。当然この構えも自分の前に来るわけですね。こうここにあるやつがこう、これを下ろす時なんですけれども、そのまま下に落とすやり方と前に投げてあげるやり方とあるんですけれども、どっちとも大事なのはどこに落とすのかっていうことをちゃんと自分で意識するってことですね。下だったらまず下にこう意識が向いてるわけです。でそこにこの腕がスーッとこう降りてくる。前に投げたい場合は前に意識を向ける。で腕でやろうとすると絶対腕に力が入ってしまうので体から行くね、もう足から行くぐらいでいいです。足からこうスッと出て、その後手がこう行くっていうような感じ。投げるとき足相手に向けること、ね、こう行くとやっぱりこの私のこの力の方向がこっち、でも相手の受け身したい方向っていうのはこっちなんですよ ね。なのでこれは来てくれないわけですね。これをしっかり相手の中心を押さえる、もともと相手を切るっていう動きなので、ここね、しっかり足を向けてください。持っておいて下ろす。でこのままね、相手を耳にこうつけるようにしてここを伸ばしてあげると固めになりますね。そのままこう向きをこう変えると、裏の場合は、転換してこれを取るんですけれども、この腕を取ろうっていうことに意識が向いてしまうとこうやってこう体が傾いてしまうので、転換した時に自分の前に手が来る、そこで取るっていう意識ですね。手は同じようにこう動いていきます。それをやりながら転換、取りましたね。上げる、向きを変える、上げる。交差取りの場合は、本当はあんまりがっちり掴まれたら動けないんですけどね、まあ、この手首が動くということでこの手首をこう返します、ね、そうすると相手の体がこうなるので、手首あるいはこの肘をこう取って前へ一歩、ね、あと同じ裏も同じです。この手首を返しながら転換する。以上、
地方投げの説明でした。